まあ、人が来れば来るほど綺麗になる海というか、人が来れば来るほど綺麗になる企画になったらいいなっていう思いがあって、まあ、キャンプ場を使って、まあ、ものづくりの位置があったり、まあ、ゴミを拾ってから入場できる音楽イベントっていうのを、まあ、どうやったら組み合わせできるかなっていう、まあ、考えた上で、まあ、今の形になりました。人が来てここの地域を知ってもらって綺麗にして、じゃあまた来年もゴミを拾いに来て音楽を聴いたり美味しいもの食べたり、またあの町に来ようかなっていう、なんかそういうサイクルになってもらえたらなっていうのが、まあ、海のほとり市であってほしいなと思います。